私はね、最高のジュラシックパークとは何かと考えていた。その答えがこちらだ。そう、ティーレックスこそ最高の恐竜。そのティーレックスを間近で見られるのであれば、それこそ最高のジュラシックパークになるのではないかと私は考えた。私は普通のジュラシックパークを経営していた。だが普通のジュラシックパークは何の事故も起きず、スリルもなく、ただひたすらに安全を求め、そしてまるで動物園のように飼われている恐竜を見るだけの、そんな世界だった。だからこそ私は決行したのだ。このティーレックスが30頭以上いるデス・ジュラシック・パークを。それでは皆様にこのデス・ジュラシック・パークの概要を説明していこう。至ってシンプル。このモノレールに乗って、まずビジターたち、お客様方、このデスゲームへの、いや今で言うイカゲームへの参加者たちがここへとやってくる。そしてもう一箇所、ここにもお客様方が到着する到着ポイントがある。現在はパークは閉園中だ。一通りのまず施設が存在するが、これはビジターたちを呼ぶためのおとり。ジュラシックパークで美味しいものを食べ、豪華な生活を無料で送れるといった、そういったお手紙、それからメンコバトルを仕掛け、ここに呼び出す。だが暇を持て余したビジターたちは一つ気づくことになるだろう。このジュラシックパークには恐竜がいない。恐竜を見るところがないと。そして一つだけ、ここにジュラシックツアーというものが存在する。これはトラックに乗って、このうっすらと映っているこの通路、これを沿ってトラックでこの建物、ジュラシックツアーゲートに入っていくことによって、そう、そこは放し飼いにされた T-Rex 30頭以上が住む世界となっている。ここをこのまっすぐな輪立ち、 T-Rex 爆食ロードを通り U ターンして帰ってくるというわけだ。だがこいつは VR じゃない。この T-Rex たちは当然腹を空かせている。トラック相手、ビジター相手だからといって何か手加減するような、そんな生き物ではないんだ。そんなスリルをビジターの皆様には体験してもらおうと思う。さあ、それでは開演の時間だ。開演。まずはこのパークを開いていく。だがまだこのジュラシックツアー1、これは緊急シャットダウンされたままになっている。つまりビジターたちはホテルで飲み食いをする程度のことしかできない。おっと、来ましたね。何も知らないビジターたちがやってきました。お、ここがジュラシックパークか。ここが新しくできたジュラシックパークか。パッと見恐竜がいないけども、でもきっとどっかに恐竜がいるんだろう。いやー、楽しみだな。俺帰ったら結婚するんだ。そんなことを言いながら、ちなみにこのヘルメットをかぶってる職員だが、たくさんの人間がやってきたようだ。皆様いらっしゃいませ。このデス・ジュラシック・パークに、担当飲み食いし、超えてから、後ほどお楽しみが用意されています。皆様が、楽しめるよう、私たち一同、心よりおもてなしいたします。さあ、思った以上に、さすが T-Rex 30体以上いるジュラシックパークだ。お客様がボコ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 とやってくるではないか。さて、楽しみはもうちょっと後ほどというわけで。
さて皆様お楽しみいただけているでしょうか。とジュラシックパークではまだ皆様に恐竜をお目にかけておりません。ですが今より一つのツアーを開催いたします。皆様こぞってご参加されるようよろしくお願いいたします。なおこちら安全のために閉園とさせていただきます。このツアーにご参加いただかなければお帰りすることはできませんので、そちらの方を何とぞよろしくお願い申し上げます。ああお客さん、そこのお客さん、ちょうどよかった。あなた方で締め切りですよ。あなた方は運がいい。この世紀のツアーの開始に立ち会うことができるんだから。さて皆様、そろそろ退屈になってきたのではないでしょうか。この当ジュラシックパーク唯一にして最高のアトラクション、ティラノサウルスが30体いる、そんな檻の中へとツアーできるこの世紀のアトラクションをこれより開催いたします。周りはトラブルだらけですが、というわけで稼働、世紀の稼働、さあ見せてもらいましょうか。もうすでにレンジャーチームは壊滅している。君たちを助けるものはもう何もない。皆さんは当然用意されたものは安全だと思ってこちらに参加されることでしょう。見せてもらいましょうか。ちょっと早すぎるよ。来た。どうやらジュラシックパークが開始されるようです。せっかくですから一緒にこのジュラシックツアーに乗ってお客様の目線で楽しもうといたしましょう。まずこののほほんとした敷地内をゆっくりと走ります。ですがすぐにこのジュラシックパーク中央にあるあの意味深な塀の中へとこの車両は向かっていきます。にこやかに皆さん歩き回っていますね。恐竜の声は聞こえど、だがしかしその姿は見えずといったところだ。お姉さんどこから来たんです？あ、そうなんですか。へえ、ニューヨークの方からね、はるばるとここまでやってきたわけですね。あ、向こうのおじさんもね、T シャツ1枚で楽しそうだ。まあ、こうやってね、この、私ここのね、関係者なんですけども、もうね、ここやっぱね、あ、いや、入りますよ。これから、とうとう入りますね。やっと恐竜見れるよ。いや、ジュラシックパークのマークもあって、最高です。うおー、いますね。いますね。あ、すでにもう前に、車両が入っていましたね。すでに稼働していたようだ。いやー、すごい迫力だな。どうなるんだ？そうだ。入ってものの数秒で、トラックが襲われてしまった。ここから、君たちは、どうする？ん？ドラゴンクエストよろしく。目の前にはティラノ、ティラノサウルスが3体、4体仲間を呼んだ。並んでいる状態になりますね。さあ、このデスパークを君たちは抜けることができるんだろうか？全く動けない。あまりに数が多すぎて、これは、アトラクションというよりも、ティラノサウルスたちのランチタイム。おっと、車両が、いや、全く動かない。これは生きた心地がしない。恐竜、その捕食者の頂点にいるティラノサウルスの足と足の間で、今まさにトラックが破壊されようとしています。トラックのパーツが落っこっている。これはもう、ビジターたちは思った以上に落ち着いている。これが、このアトラクションであれば、絶対に安全だと勘違いしている、愚かな者たちの、
末路というわけか。どうするんだ。そのままでは死んでしまうぞ。さあその続きを見てみよう。それでもまだ運転手は必死に運転しようとしているようだが、全くもって進む気配がない。前の車、もう前の車というか、もう運転手はもうちょっと横からもう完全に出てしまっている。さあ彼らの顔を見てみようか。どんな顔をしているでしょうか。おっと、パニックにはなっているものの、逃げよう、この男に、このおじさんに関してはちょっと笑っている。運転手は緊張の面持ち。後ろの列はどうか。もうすでにちょっと諦めむ、生きてるか、こいつ。まさかもう、すでに、あっ、おっと、ティラノの一撃によって通路が変更され、車が動き出した。このまま逃げ切ることができるんでしょうか。しかし行く先々にはティラノが待ち受けています。 T-REX が待ち受けている。おっと、このまま、おっと、顎で押されている、顎で押されている。全くもって頭を下げる。いや、ちょっと見てるぐらいですね。いや、 T-REX やっぱかっこいいな。 T-REX やっぱり、お、文字から見るとかっこいいな。すごいパワーだ。このトラックだって結構な重さがあるのによ、顎でちょっとこのだけでグラグラ揺れるんだよ。すげえな。お、帰ったら親戚一同に自慢してやろう。帰れるものなら帰ってみたまえといったところですが、おっと、しかしこちらにもトラックがありました。たくさんの人間たちが、ビジターたちがここに乗っている。お、これだ、これは大丈夫か。囲まれてしまった。完全だが、しかし T-REX かわいい。 T-REX かわいいですね。意外と私が思っているほど危険な生物ではなかったのだろうか。T-REX は全くもってトラックが破壊される気配がない。動きこそ止まれど、それ以上、むしろちょっとここに関してはもう T-REX がサービス精神旺盛、飼いならされてしまったのは T-REX の方だったのが、所詮この世は弱肉強食、恐竜は淘汰される生き物だったというわけか。だが、私が求めたジュラシックパークは、そんなものではない。今これよりこのジュラシックパークは、一つの檻と化した。人間と恐竜が、平等に暮らす。平等に存在する。それこそが、私の求めた、ジュラシックパークのはずだ。さあ、T-REX たちよ。その檻から解き放とう。檻の中に飼われている頂点王者など誰も期待はしていないだろう。さあ行くんだ、さあ行くんだ。みんな楽しく T-REX たちと遊ぼう。これこそがジュラシックパーク。こうでもなければ平和なパークでは映画の興行収入は上がらないんだ。これでこそジュラシックパークだ。素晴らしい。30頭以上のティラノたちが今この世界に放たれた。だがティラノちゃんがね、ちょっと借りてきた猫なんだよね。縦横無尽に駆け巡るのかと思ったけども、やっぱり映画みたいにはいかないものですね。人間たちはもちろんティラノを見てビビっていますけども、まあ、ティラノたちはね、悠々自適に、そうですよ。結局のところ、人を襲うか否かっていうのもね、恐竜たちの自由。恐竜たちは自由気ままに生きてるんです。人を見かけたから即襲うなんていうのはね、それは人間が恐竜に与えた幻想、あった。ジェニファー、見てください。これが恐竜と人間の共存。恐竜がやってくれば人は走って逃げますが、時間が経ってしまえばこの通り、ビジターたちは元の場所に戻ろうとしています。そうです、ずっと逃げ回っていてもしょうがないんです。脅威がそばにあるから逃げ回る。
だけではない、そして立ち向かって対立するだけではない、大切なのは共存するということ。それをこのジュラシックデスパークは私たちに教えてくれました。皆さんも部屋に迷いが出たとしても、対立せず逃げず共存する道を選んでみてはいかがでしょうか。それではまた次回このジュラシックデスゲームでお会いしましょう。 TU 回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。